国土交通省の石井大臣は、格安海外旅行会社テルミクラブについて、海外に滞在中のツアー客がスムーズに帰国できるよう万全を尽くす考えを示した。テルミクラブは27日、資金繰りに行き詰まり営業の継続が難しくなったとして破産手続きを申請し、廃止決定を受けた。しかし観光庁によると、海外に滞在しているツアー客は、26日の時点でおよそ2500人に上っているとみられる。閣議の後に記者会見を行った石井大臣は、利用客に航空券が発券されている場合は、旅行会社と航空会社との間に運送契約が成立していて、航空会社は輸送の義務が発生すると述べ、改めて航空会社に対してツアー客が円滑に帰国できるよう周知したと報告。利用客がスムーズに帰国できるよう万全を尽くしていく姿勢を示した。